ガーシーシ容疑者に投票した弁護士、国を提訴、除名によって選挙権を侵害された、Q、N 党橘元党首が報告。不正競争防止法違反や威力業務妨害などの罪に問われた、旧 NHK 党で党首だった立花被告が27日、自身のツイッターを更新。 参議,院議員を除名となり、芸能人らに対する暴力行為法違反、常習的脅迫などの疑いで逮捕状を取った元参院議員のガーシー、本名、東谷義和容疑者51について言及した立花元党首はこの日、ガーシーに投票した方が、国を提訴しましたと報告。 元党首が引用した弁護士、村岡哲也氏は、ガーシー元議員の除名による国家賠償請求訴訟を提起した村岡氏は自身のツイッターで、ただいま、東京地方裁判所にて国家賠償請求訴訟を提起しましたと発表し、国民5名が原告となって。 ガーシー氏除名によって選挙権を直接侵害されたことを理由とする国家賠償請求になりますと説明原告に参加したいとの表明多くの方からいただきましたが今後原告団が中心となって署名運動を予定しておりますと呼びかけた以下はネチズンのコメントをまとめたものです他の議員だって国民から選ばれた方々 ガーシーの除名は即ではなく段階を踏んでる。ガーシーがきちんと議員として活動していたらよかっただけ。国会法にも党員の記載ある。いくら本人が出ないと言って当選しても本人の言葉より法が優先される。国会議員を任期途中で辞めさせたら賠償なのそそもそも。 議員は最低限でも任期中は、辞めさせられるような行動は取らないのが大原則であり、それを破ったガーシー容疑者には責任がないとでも、選挙というのは自分たちの代表者を選ぶものであり、それには、最低限任期中はきちんと自分たちの代表者として仕事をしてくれる人を選ぶ義務が投票者にはあると思うし。 何らかの理由でやめた場合は任期を全うできそうな人間を選ばなかったという意味で自業自得だと思うのだがそれを放棄しておいて権利の侵害とはまた随分と斜め上の発想が出てくるものだ除名を決定した人たちも国民の投票で選ばれた人でありあらかじめ定められたルールに従って処理をしています したがって除名によって選挙権を侵害した責任は鉄鉄道小選挙区ならともかく比例区で投票した結果 N 党に議席が割り当てられてるし除名後もちゃんと公認が繰り上げされてるんだから侵害にはなってないでしょう弁護士先生が法の悪用を率先してちゃいけないよ ガーシーに投票した方が、国を提訴しました。通用すると考えるのは、間違えていますね。仕事もしないで、税金を受け取るのは国民のためにはなりません。違法行為に花ならないと思います。ガーシーに投票した方々は、ガーシーに起こるべきなのではないですか選挙権が無駄になったという点では、その方がしっくりくると思うが、 国に文句を言うのは筋違いだと思います最低限のルールを守れない奴を選ぶんですからこの弁護士とかいう人も同じ思考なんでしょうか弁護士としての行く末が心配されますそれとも何か混沌でもあるんですかね顧問弁護士になるとか次からはちゃんと国会に行って仕事ができる人に投票しましょうね この党や立場に賛同する弁護士や会計士も異常だと思いながらも、商売だから、しょうがないと思っていたが、当然に裁判を起こす権利はあるだろうが、これを裁判所は受けてはよくないと思う、村岡って弁護士も、おそらくは商売的に立花にそそのかされたのだろうが、弁護士として恥知らずだと思います。 何でもかんでも裁判に持ち込み、その費用はすべて税金ですが、私は逆に、この党を国民は多くのことで訴えてよいと思う。N 国党とガーシーへの歳費の全額返済や、公費や政党助成金を飲み代や、党活動以外に使用した金額の返還、または立花自体の言動に対する多くのことでも。 この党と立花そしてやからに関して訴えることは多くあると思うまあ立花は自称法律の天才らしいから裁判は好きだろうが自分が訴えればよいと言うから世の中がそのような流れにならないと非常識は止まらない訴える告訴だけは自由ですからね泣き寝入りでイメージダウンを避けて5%程度だとしてもそうだそうだ その通りだ。という味方側の票数のためにイメージ資本としてアクションしたいのでしょうねそもそもそういった人間を候補者とした元党首に疑問が持たれますねこういった発言はしっかり甲に出てするのに肝心なことについての発言には二の足を踏む党首としての責任はどうお考えなのか聞いてみたいです。 受信料を払わないと言っておきながら結局のところ敗訴してるわけだし普通にごねているだけに見えますね結局のところこの党は何がしたいのかいまだに明確になってないですよねまあそれくらいの党ってことでしょうね除名した国ではなく除名されるようなことをした容疑者本人に言うべきことでしょう 不当な除名ではないので除名された方が悪いのは日本国民の大半の認識だと思います知識があるとルールに沿うのではなくルールの穴を探して自分の思惑を通そうと考えるのでしょうかルールを遵守するよりもいかにこじつけて立場状況を変える能力があるかが実力とされるのが弁護士なのでしょうかね確かに。 勝てる見込みがない裁判をひっくり返すことができたらすごいとは思いますが裁判において重要なのは正義なのではないでしょうか正義を曲げることが力とされるのであれば現在の弁護士の在り方が間違った方向に向かっているように思えます別に選挙権は侵害されてないだろ実際に投票できたのだから 選挙権は選挙で議員を自らの意思で選んで投票できるということだから投票イコール当選じゃないんだから落選する人もいるなので投票した方が議員になった後で何らかの事情で除名されようが辞任しようが選挙権の侵害にはならない除名という行為自体を問題視してるのかその理由や手続きといった過程に不備があったという主張なのか 記事からはよくわからないが、前者なら憲法自身が違法な手続きを定めるという重大な矛盾を抱えてることになるので、最優先事項として会見しなければならないし、後者なら少なくとも形式的なところでは歌詞があったという話は聞かないので、実質的な理由付けの是非の話になる可能性が高いが。 国会の自立権について司法府に具体的な判断を投げてよいのかというところからの議論になりそうな気がこの場合の選挙権って投票行為によって機能を果てし役目を終えて消滅しているのではないでしょうか同一選挙についての投票権がいつまでも存続するなら 例えば歳費、定員半減を公約に掲げて当選されて公約を果たされない方々に対しては、訴えの提起が正当に認められるのではないでしょうか、むしろ、除名されざるを得ない規範違反を自ら作った東谷氏の方を選挙権、期待権の侵害として訴える方が筋のように思えますが、おかしいでしょうか。 一口に弁護士と言ってもいろいろな人物がいる弁護士への国民一般の意識もずいぶん変化してきたそれが上昇傾向か下降傾向なのかは皆さんの判断次第ですがその流れはさらに加速していくのみかと何もせずにやる気のない人に我々国民の税金を支払う義務はないまた除名に関しても官と段階を踏んで粛々と行われたこと 何が選挙権を侵害されたのかちゃんちゃらおかしい、こんなことが認められたら日本国家はもう終わりだ。そもそも国会議員になったら、今の国会議員の最低限のルール、国会開会中は党院する、は守るべきだし、それを怠ったのはガーシー議員。参院からの党院要望書みたいなものも送られても党院しない時点で、国会議員としての義務を果たしていない。 リモートで参加したいのであればちゃんと国会に党員をしちゃんとルールを変えるべきだと思うそっちが先この弁護士は売名行為国会議員に選出されたにもかかわらず一度も国会に出席していないし勧告を受けても全く出席していないので段階を踏まえて最終的に除名クビになったわけで。 なぜこの弁護士は除名によって選挙権が侵害されたとなるのか。意味不明。そもそも国会に出席すれば問題ないはず。党員しなかったわけだから仕方がない。会社だと出勤しないし、勧告しても出勤しなければ特段の理由がないから会社をクビになるのは当然。この弁護士は理屈を並べようが、段階を踏んで除名にしたのだから問題ない。 よほどこの弁護士は暇なのでしょうか